第二次、ドミートリー・メドベージェフ内閣は、2018年5月18日に、成立したドミートリー・メドベージェフを首相とする、ロシア連邦の内閣。2020年1月15日、メドベージェフは、憲法改正で、大統領がすべての決定をできるようにするためとして、内閣総辞職を表明した。2018年5月7日、2018年、 ロシア大統領選挙の結果を受けて、ウラジーミル・プーチンが、ロシア連邦大統領に就任し、同日、ドミートリ、メドベージェフを主犯に指名、ロシア連邦議会国会員でも過半数の議席を持つ、与党統一ロシアが、メドベージェフ支持を決定したことから、ここで、メドベージェフ留任が事実上決まった。5月8日、ロシア自由民主党もメドベージェフ支持を表明し、 閣僚候補6名を推薦した。一方、ロシア連邦共産党と厚生ロシアは同日、メドベージェフと会談した上で、メドベージェフ不支持を表明した。1991年以降初めて、副首相候補が、会員国会員での公聴会前に指名されている。2018年5月8日、公聴会でのメドベージェフ。2018年5月8日、国会員は、 ドミートリー・メドベージェフを首相とすることを承認した。採決の結果は、投票数430票、うち賛成374票、反対56票であった。2018年5月18日、メドベージェフは、プーチン大統領に対し組閣案を提示した。この時合わせて、ロシア教育、科学省を教育省と科学、高等教育省に分割し、ロシア通信、 マスコミ賞をデジタル発展通信、マスコミ賞に解消し、副首相を10名まで任命できることとした。同日プーチン大統領は大統領令に署名した。2018年5月18日、メドベージェフは閣僚名簿を提出し、プーチンは同日これを承認した。ありがとうございます。